私たちからはですね、全国糖尿病週間、の一環として行われる、横手城ブルーライトアップについてお話ししたいと思います。ポスターで、こちらで示されているのは、去年行われた横手城ブルーライトアップの写真となっておりますけれども、今年はですね、11月11日、金曜日から11月13日の日曜日まで、行われます。私たち2人はですね、普段あの横手病院で、糖尿病治療の方に携わっておりますけれども、糖尿病というのは、生活習慣病の一つでですね、世界の、成人人口の、10人に1人となる、4億人以上がですね、抱えている病気です。で、一般的にはですね、その死に至る、病気という認識は薄いんですけれども、世界で、年間500万人以上がですね、糖尿病の合併症が原因で、亡くなっているというふうに言われております。ここ日本国内でですも、日本国内でも、約2000万人の、糖尿病患者および、糖尿病予備群がいるというふうに推定されておりまして、大きな問題となっております。横手市ではですね、国民健康保険の給付額が、糖尿病が最も多いというデータが出ておりまして、市民の健康にも、大きな影響を与えておると、そういうことであります。さて、毎年11月14日は世界糖尿病デーです。日本ではこの日を含む1週間を全国糖尿病週間としまして、糖尿病の予防や、治療の継続の重要性についての啓蒙活動が行われております。これに合わせまして、各地の有名な建造物を糖尿病デーのシンボルカラーであります青色にライトアップして啓発活動を行うブルーライトアップも、毎年行われております。我々市立横手病院では昨年度、県南地区では初めてとなります横手城ブルーライトアップを実施いたしました。期間中は多くの市民の皆様にライトアップをご覧いただきまして、また200名以上の方々に城内で行われましたポスターなどの展示物をご覧いただいております。今年は11月11日から13日までの3日間、午後4時30分から午後9時までの間、ライトアップを行う予定としております。また期間中、午前9時から午後4時30分まで、横手城内におきまして糖尿病に関するポスター等の掲示も併せて行う予定としております。また事前に募集しておりました糖尿病川柳コンテストの結果発表も、行う予定としております。青く光る横手城をご覧いただきながら、糖尿病をお持ちの方はこれまでの療養を振り返っていただき、現在糖尿病をお持ちでない方も健康診断の結果の見直しですとか、生活習慣を見直すきっかけにしていただければ幸いです。